はい、どうもしです。今日も折りやかの動画撮っていきます。今日は今までね、散々太子寺強い強い言い続けてたんだけど、そういや、まあ、なんて言ってたろうな、縁の下の力持ち的な存在である、まあ、王位の紹介をしてないなと思って、今日はね、そっちの紹介をしていこうかなと思います。意外とね、王位の採用率が低くて、まあ、格上に対しては、まあ、ちょっとね辛いところはあるんだけど、格下に負けないような編成になるので、こいつがやると、まあね、みんなぜひ採用してほしいなと思います。で、軽く玄武の紹介なんだけどね、儀で染めるのがまあ一番いいんだけど、まあ染めてなくてもいいです。秘伝スキルが敵が撃破された時、味方全体の気力が250点回復、義英雄の場合は500回復で、極伝が気力攻撃時味方全体のよだめが 15% 上昇、 HP 回復 8% 上昇、味方義英雄だとよだめ 30% 上昇の HP 吸収率が 16% 上昇ということで、まあ、火力増し増し気力増し増しマンなんですね。まあ、こいつがいるいないで、回転数が全然変わってくるんで、ね、まあ、基本どこの編成にもポンって入れられる系のキャラですね。まあ、耐久とかだとね、そこまでもしかしたら威力を発揮しないかもしれないけど、基本的速攻性のある編成だったらとりあえず王入れとけっていうのが個人的な見解です。もともと俺の動画見てくれてる人は太子寺の編成でなんかずっとこいついるから、まあやべえなっていうのは分かってると思うんだけど、まあね、こういう編成でも王位がいれば役に立ちますよって。まあアサルトとの、なんて言うんだろうな、こう相性がとてもいいので、とりあえずアサルト入れて王位突っ込んどくみたいな。で、基本ギーで染めるのがいいんだけど、まあね、最悪染めてなくても結構回復できるから、まあこれでもまあ戦えます。で、今ちょこちょこってやってとりあえず4連勝してきたんだけど、何より格下に負けない、あの格下でも結構ね速攻パとかやってくる人とかいたりしてまくられるってあると思うんだけど、まあ、そういうのに対して圧倒的に強いのと、まあ、別にね格上に弱いってわけではないんだけど、一点集中で格上を狙いに行くみたいな編成、この呂布騎とか、まあ、高烈パとかもそうなんだけど、そういう編成には王位がマッチするかなとは思いますね。これ分かりやすかったかな。まあ、最初からね気力が溜まってるのは、アサルトプラス気力150点のやつとかをつけてるんで、そりゃそうなんだけど。でも無限にね気力攻撃を打ち続けるマシンとかすからはい、回復したので打ちますよっていう。これで終わりね。もう私の仲間になると、じゃあ000みたいなね、ほぼゼロやんみたいな感じっすね。格上にはねあまり強くないので、多分これは勝てないんじゃないかなと思います。ちょっとね一回失速しちゃうとちょっとねっていうところもある。もしかすると呂布とか入れてあげたらいいのか。ああ、倒せたかね。東博がね2ターンの耐え続けるっていうね、うざしなことをしてくるから。あれ2ターン耐えないっけ、こいつ耐えなかった。いやでももうこれで閣下なんで入れてるかっていうと、だらついた時に相手を止めて遅延させたろっていう意見考えから入ってます。まあ儀っていうのもあるし、ね、倒したらもう気力打ってくれるから。うん、暗黒の渦に飲む。
で本当は才能とかも会心率とかね、そういうのに割り振ってあげたらよりこの編成だといけるかな、領域とかに。はい、格上もカルタね。ならばせいぜい早死にしないようにすることだ。はい、まあ回復はこんな、閣下の回復がマジで毎回すごいんですよね。ホレンシとか入ってたとしてもホレンシと春レベルで回復するからこいつ、まあ、めちゃめちゃ強いと。はい、17位ですね、まあ、この編成マジで強いというか、この編成が強いっていうか、とりあえずポン刺しピン刺しなんて言えばいいのかな、王位を入れとくだけで一気に勝率が変わっていくので、王位を入れるっていうか王位玄武をねセットで入れることで、で王位自体も元が SR で作る難易度は全然高くないので、もしねまだ王位の玄武取ってないっていう人はぜひ取ってみてください。というわけで今日は王位の玄武紹介でした。動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。